多分そんなに長くはちょっとできないかなと思うんだけど、ここに来たらすごい、ここに来たらっていうか配信始めたらすごいなんかやっとこう自分の一番の素直な気持ちになれるなと思っていて、さっきのね公演の最後にみはるさんの卒業発表があって、なんか今日の公演一日ずっと一緒にやってて、すごくなんだろう、薄々感じてた部分があって、それがなんかもう始まる前からちょっと感じてたんだけど、アンコール始まる前になんかそれをすごく強く感じて、あ、やっぱ今日あるかもってアンコールのね出る直前に思ったんですよ。だからアンコール中はなんか本編中もまあちょっとそわそわしてたんだけど、なんかアンコール中の方が結構ずっとドキドキしてて、でも最後の挨拶なんかちょっと普通にできたんですよね最後の挨拶ちょっと普通にできたから、あ、やっぱ気のせいだったかなって、なんか一瞬こう時が止まった感じがあって、あ、やっぱ違ったのかなって思ったんだけど、みはるさんの卒業発表があって、なんかみはるさんのね、あの写真集の方にもインタビューの中で、本当はこのお休み期間の間にそのまま卒業するつもりだったっていう風に書いてあって、でそれをまあ復帰されて写真集が発売されてからね、その文を読んで、あ、だから今こうみはるさんがその時卒業をしないでこうして NGT48 に戻ってきてくれて写真集を出すっていう夢を叶えてくれて、こう私たちにその夢を叶えることのなんか凄さをこうやって見せてくださってることって、なんかそれが当たり前ではなくてすごいことなんだなって、みはるさんが今もこうしてここにいてくれてることってすごい嬉しいことなんだなって感じてたから、でもその一方でだからこそあのそれがいつ来てもみはるさんが一度決断したことをあの一旦なんだろうやめて、もう一回ここに戻ってきてくれてるってことだから、それが次いつじゃあ次こそ本当にっていうタイミングが来るかって、なんだろう、そう遠くはないんだろうなとは思ってたから、なんかこう自分の中で今日最後にその発表があった時に、あ、やっぱり今日だったんだなっていう気持ちと、だからなんかどこかで心のどこかでなんかこうちょっと覚悟してたから、なんかそれもちょっとあったのかもしれないけど、なんかそれ以上に自分の感情、自分のこのなんだろう、自分の感情よりもなんかNGT をこう今までずっと作ってきてくれた一期生の先輩がまた一人卒業するってことは、その分グループがまた一つ変わるってことだから、なんかそれをちゃんと背負わなくちゃっていう気持ちの方がすごい大きくて、だからさっきの卒業発表聞いてるときはなんか寂しいとかなんかそういう感情よりもなんかこうその分自分にの
年かかるものの方がすごい大きくてだし、なんかやっぱり後輩とかもすごく泣いてたから、なんか自分よりも泣いてる人を見るとなんか なんだろう泣けなくなっちゃうっていうか、私泣いてる場合じゃないなってすごい思ったから、全然さっきはなんか涙が出なくて、でもそれは別に寂しくないとかそういうことじゃなくて、なんか泣いてられないなってすごい思ったから全然涙が出なくて、むしろなんかその後輩たちが泣いてるのって、まあ、涙を流す気持ちももちろんあるし、なんかそれぐらい先輩が卒業することに対して多分グループに対して不安も感じるだろうし、これから美晴さんがいなくなったらどうしようとか後輩もそれをすごい感じると思うから、なんかそれを、うん、感じさせちゃいけないじゃないけど、なんかその不安にさせちゃダメだなってすごく思ったから、なんか自分の感情よりも頑張んなきゃっていう感情の方が先行してて、うん、なんかだからすごい美晴さんの発表が終わった後、うん、なんかかっこつけたわけじゃないけどかっこつけたわけじゃないけど、でもなんかちゃんとしたこと言わなきゃと思って喋ったんだけど、でも本当は私が一番一期生のいる NGT が大好きだし、その先輩がいなくなることに一番寂しいっていう気持ちも、どうしようっていう気持ちも一番大きくて、なんかみんなにそれを私がなんだろう見せちゃったらみんながもっと不安になっちゃうからできなかったんだけど、でもなんかここではここではなんか私のことを一番理解してくれる人たちがいるって思ったら、なんかやっと自分の一番のすごい素直な感情を出せたなって出せたなってすごい思いますね、本当に先輩が卒業するたびに、ああ頑張れないってすごい思ってて、なんかそれは自分が今こうやってなんかグループのキャプテンとして頑張れてるのって、なんか最初はね先輩がいる中で、1期生の先輩がいる中でキャプテンするっていうことの難しさをすごく感じていたんだけど、でもなんか自分がキャプテンになったからこそ、あ、先輩にはなんか頼っていいんだなっていうことをすごく実感して、それまで私は
なんか先輩に声をかけることもできないくらいだったから、自分がキャプテンになってから先輩にはなんか先輩の中でキャプテンするの難しいと思うんじゃなくて、先輩には頼っていいんだなっていうのをそこですごく感じて、だから今自分がこうやってキャプテン頑張れてるのって、その私がキャプテンとして頑張ってるわけじゃなくて、なんかその周りで先輩が必ず支えてくれてるからで、だからその支えてくれる先輩がいなくなるたびには頑張れないなって、その分自分が一人で頑張っていかなきゃいけなくなっちゃうし、もちろん同期もいるんだけど、それ以上に今はなんか自分が支えてあげなきゃいけない後輩の方が多いから、なんか頑張れないなってすごく思うんですよね。そうだから、なんか本当に、まあ、同期の存在も本当にそうで同じで、だからその多分同期とか先輩とかいなくなったら私すごい頑張れないなって思っちゃうんだけど、でもなんか最終的にはね、いつか私もそういう卒業するタイミングが来て、その時にはこの NGT を誰かにっていうか後輩に託さなきゃいけないから、だからなんか先輩とか同期とかいないと頑張らない、やっていけないって思うんだけど、でもそれをちゃんと任せられる後輩を自分が育てなきゃいけないと思ってるから、そうなので、なんかもちろん私もすごい、寂しいなって思うし、なんかみんなもなんか NGT が、あ、また知ってる NGT の人が一人いなくなっちゃうとかすごい思うと思うんだけど、なんかそうじゃなくて、いや、そう思うんだけど、私もそう思うんだけど、そうじゃなくて、なんかその分これからの NGT が楽しみだなって思ってもらえるようになったりとか、もっとなんか、あ、じゃあ今度はこの子たちがいれば安心だねってなる NGT を頑張って作らなきゃいけないなってすごく思っていて、だってさ、もうここまで来るとさ、自分が卒業するときには誰が見送ってくれるのってなるわけですよ。そう、もうそんなの分かんない、ここまで先輩も同期もどんどんいなくなっていって、自分が卒業するときには誰が見送ってくれるんだろうって思うんだけど、なんかそうなったときに私もちゃんと安心して NGT を任せたいって思うから、なんかそう自分が思えるように卒業するためには、今自分がその後輩たちをちゃんと育てていかなきゃいけないし、そう、今は卒業していく先輩がなんか耳がいれば NGT 任せられるなって思ってもらえたら嬉しいなって思うし、そう思ってもらえるように私が頑張らなきゃって思うし、でもそれがだんだん今度は自分がちゃんと任せられるようにしていかなきゃいけないなとも思っていて、
でも私はまだまだそう思えるまでに自分がまず頑張らなきゃいけないと思ってるから、私はまだここで頑張るんですけど、はい、なんだけど、うん、だからみんなももちろん、みんなの寂しい気持ちももちろんすごく伝わってるんですけど、なんかその寂しいっていう気持ちと同じぐらい、これからまた新しくなる NGT も楽しみだなって思ってもらえるように頑張りたいなって思ってます。はい、だからね、寂しい、わかる、寂しいよね寂しいよね。でもなんかその寂しい、いや分かるんだけど、寂しい、私も寂しいんだけど、でもなんか寂しいなって思われるだけじゃ、それも私も寂しいからまだ私いるし、まだ私は頑張るし そう、だから寂しい、寂しいけど、寂しいだけじゃなくて、次にも期待してもらえるように頑張りたいですね。なんて、何ありがとうございます。氷、氷のくまちゃんありがとうございます。ありがとう、ありがとうし、今日もありがとうね。クリスタル、ありがとうございます。いや本当になんか、そう、後輩たちが泣いてるのを見て泣けなかったな泣けなかったな。泣きたい気持ちは同じだったけど、なんか、あ、そうだよねって思っちゃったそうだよね。そう、私もやっぱり先輩の卒業はね、寂しい。でももうなんか今はもちろん寂しい気持ちもあるけど、それ以上に、あ、その分私がじゃあっていう気持ちの方が大きくなっちゃったんだよなそう、先輩に声かけられなくて泣いてたのにそうだよね。でもそれぐらい自分の中でも、あ、なんかグループをちゃんと大事にしたいっていう気持ちがなんか今まで以上に強くなったんだなって自分でも思ったでもだから本当にそうやって今自分が頑張れてるのって、先輩とか同期の支えがすごく大きいので。でもその、なんだよ、頼れる部分がどん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 なくなっていくほど、私もやっぱりあ、
頑張れないってなってきちゃうから、だから本当にみんなには変わらずにいてほしいなって、なんか自分がこうやって素でいられる場をみんなには残しておいてほしいなって本当にすごく思ってて、なんかキャプテンだからしっかりしてるとか本当にそんなことないし本当にそんなことないし、なんかそういなきゃいけないって思ってるからそうしてるだけであって、全然本当はそんなことなくて、まだまだだな、なんかどうしたらみんな良くなるかな思うことも本当にいっぱいだし、これ本当になんかこれからもね変わらず NGT をなんかみんなには応援してもらえたら嬉しいなって思うし、私がそうやってグループのために頑張れるのってなんかみんながいてくれるからなので、私がもうちょっとここで頑張るためにみんなもここにいてください、本当に もう喋れないですもう喋れない、今日はもうみんな
涙が枯れるまでそばにいるを聞いてください多分一旦号泣できますいったん聞いてめっちゃ号泣していったんみんな落ち着いてください、はい、やばいこの曲聴いたら多分終わるでも絶対聴いて絶対聴いて ってコメントに書かなかったいや私は今こそ聞くべきだと思うなんか改めて超いい曲だなってなると思うのでだから明日は俺でも明日ただリハしかないよ明日リハしかないよ漏れたとってだよ歌い出しでボロいやわかるよもうねもうそうだからなんでそんな気ごとで歌い継ぐみたいな歌わりにしたのおこおこいやわかる本当にそうあれは泣けますねじゃあいつまでも私の泣き顔を晒すわけにもいかないのでちょっと半までやって終わりにします。あな私が30分で終わることなんてあるんだビスの配信ですら30分を予定していますでめっちゃ超えたのにね私が30分で終えられることがあるんです。わかるめちゃくちゃレアでも本当になんか、うん、ここでは結局自分の一番素直な感情でいられるんだなっていうのをすごく再確認しましたね再確認しました。なんかメンバーがいるとどうしても気を張ってしまうんですけど、同期かファンの皆さんの前にいるときは、ファンの皆さんって言っても自分のことを理解してくれるファンの皆さんの前ではなんかまだこう素直でいられる場所があるんだなっていうのをすごい感じました。頑張ろう頑張りましょうまだね11月末までだからまだフェスもいっぱいあるしフェスに一緒に出られるのは大きいですね。今週末も輝きフェスがあるし来週はアットジャムがあるし いっぱいフェスがあってよかった、はい、じゃあランキングを読んで終わりにします。短いけど終わりにします。13位ナムさんありがとうございます。12位ヨシさんありがとうございます。11位ケイヤさんありがとうございます。10位トシさんありがとうございます。9位タムヒロさんありがとうございます。8位カンヤトさんありがとうございます。7位ヨシーさんありがとうございます。6位ウオさんありがとうございます。5位のサラさんありがとうございます。4位フナシさんありがとうございます。3位タカさんありがとうございます。2位ケイちゃんさんありがとうございます。1位ホシーさんありがとうございます。くまちゃんもありがとう。
改めてちょっと今日公園に来てくださった皆さんありがとうございました。平日だったのにね、ありがとうございました。みんな涙が枯れるまでそばにいる聞くんだよ聞いてね絶対。じゃあね、おやすみ、バイバーイ。